戦相手の方が見つかりました。カンピオーネさん、対戦よろしくお願いします。カンピオーネ、確かブドウの一種です。さあ、よろしくお願いします。お相手のポケモンは、バンギラス。久しぶりに見たな、バンギラス。僕の相棒。そして、羽ばたく神。オーガポン、鉄の包み、海竜。そして、ブリジュラス。やっていきます。これは、初手にはきっとブリジュラスが来る。もしくはオーガポンが来る。もしくはバンギラスが来る。まあ、誰かしらが来る。これは絶対。初手は多分、物理の誰かで。まあ、ブリジュラスを物理とするか特殊とするかは、ちょっと、諸説あるとして。海竜、初手投げます。オーガポンが来たら、テラバースト。ハバカミなら、アースケイク。包みが来たら、テラスなしで、ケタグリで、あいつ落ちる。多分、落ちない。多分落ちない。けど、どうせ中年、わしに。どうせ中年。とりあえず、包みちょっと重くなりそうだから、はばかみ置いときます。今回は、はばかみ。基本選出、海竜ガチグマ偉大刀と申し上げましたが、今回は、はばかみを投げます。もう一度言います。はばかみを投げます。ラス1は偉大刀。バンギがステロー、打ってきますか？ブリジュラスにはステロはさせますか？いやー、ちょっと怪しいけど、偉大刀いきます。なぜなら今回は、偉大刀を、違う。海竜偉大刀を使っていく動画。そして、ポリツーは、先ほども申し上げました通り、選出しません。なら、私が、ポリツーの強さを分かっていないから。そう、それでは、カンピオーネさん、対戦、よろしくお願いします。コンペコ、コンペコ、コンペコで、ライブ、一期生、ハヤトペコさあ、お一緒では、ブリジュラス。これ、ケタグリの方が入るよな、さすがに。これは、ケタグっていこうか？ヘッタバしていこう。いくぜ。今でもこの方が早いの。多分だけど、向こうの方が、種族違う上。こちらは純速です。さあ、ケタグリ、うわ、やべ。慌てずにね、慌てずに、ハバカミに引きたい。慌てずに、ハバカミに引けばどうにかなる。ハバカミに引きます。さ、これがね、海竜の強いところって言いたかったけど、思ったより入んねえな、あいつ勝てえな。どうなってんだ、ブリジュラス。さあ参ります。羽ばたく神選手、出走です。ここできっと彼はボディープレスを打つでしょう。頼む。何事もなかった。まあまあまあ、ステロならね。ステロならセーフ。幸中の幸い。丸助は削れる。電磁波も入った。だが、こちらは不幸中の幸いでございます。ムーンフォース。いいなぁ。これは強いわ。何言う？ええとっかやろ。鉄の包みが出てきました？どういうこと？鉄の包み、なんか新技もらった？徹底抗戦ぐらいじゃないと、無理やで、それ。ムーンポーツ。鋼テラスって。鋼テラス切ったとてさ、これ無理くね？抜群ならどうにかなる。どうにかなってるよ、完全に。ナイス急所。ナイス急所？ほんとか？参りました。あいつ、悪事で落ちるか。変速は多分どうにもならん。まあ、とりあえずここはシャドーボール。そうですか、そうですか。で、こだわってもいなかったね。てか、鋼テラバーストってあんまり見ないけど、すっごいな。さようですか、さようですか。落ちました。で、多分、新速じゃどうにもならない。大刀の、
クワジェットでどうにかしていこう。いや、怪しいな。あ、すごい。違う。半減じゃないからね。水テラスは切らない。あ、こっちへ。強力、オッケー。等倍なら落とせるんだよ。積みぐらいさ。あー、鉄の積み倒しました。ラス1。誰だ？スイッチはバンクラックス。これは勝っただろう。なおこしだろうが何だろうが。こっちは下が、まあね、みんな言いたいことは様々あるでしょうが、頑張ってみましょう。アクゴーストテラスを消して滝登り。そしてもし相手がタスキだったら、アクアジェットを打ちます。偉大と滝登り強力。おお、助けだ。ヒルミー、え、あれ助けじゃないの？助けじゃなくて素で耐えてんの。すごっ。ナイス、アクアジェッツ。これが偉大との強さです。今回の主役は偉大と。ゲイ、それではカンピオーネさん、対戦ありがとうございました。